どうも、ギフライター友です。スタートデッキ海軍に戦国というカードがね、ちょっと前に発表されてて、それがね、めちゃくちゃ強かったんですけど、戦国関連のカードで、またまた強いカード発表されたので、戦国と一緒に紹介したいと思います。戦国コスト5で6000。で、アタック時、相手のキャラ1枚を、このターンコストマイナス4する。ガープがコスト4以下のキャラを KO できるので、戦国でマイナス4すれば、最大コスト8までのキャラクターをガープで KO できるっていうのがね、めちゃくちゃ強いと思います。で、さらにこちら、今回発表されたカード、衝撃波、コスト2。カウンター、自分のリーダーかキャラ1枚をこのバトル中パワープラス4000。その後、相手のアクティブのコスト3以下のキャラ1枚を KO する。かなり戦略の幅広がるんじゃないかなと。で、これトリガーでもね、コスト4以下のキャラ1体 KO できるので、この衝撃波むちゃくちゃ強いと思います。将来的にもね、この戦国と衝撃波、かなり使えるカードになるんじゃないかなと思ってて、黒紫のリーダーが出た時とかに、戦国とかこの衝撃波はかなり重宝されるんじゃないかなと。そういう意味も合わせて、スタートデッキ海軍、何個もゲットしておきたいなっていう気持ちがあります。じゃあ今から僕も海軍に入隊してくるんで、この辺で終わりたいと思います。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。